はい、すいません。こんにちは。なんかえっ、ー、とナンクルナイサーのお時間になりました。まず最初にこの曲をお聴きください。 はい、えー、っと毎週このテーマソングのようにかけている曲が玉木のワさんで「ひな」という曲を流させていただきました。えー、っと今週のゲストはですね、えー、っと南区ライサーの書簡からえー、っと取材でえー、っと携わりましたタバ、えー、美幸さんを、えー、ゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、っとタバさんも本当にあのえー、っと。 ものすごく活躍しているんですけどもいろいろいろんなことをしているからなんか最近は何屋さんかっていうわわけがからなく思ってしまうんですけども <laughs>、はい、でも一番最初にお会いしたのは去年一昨年の、はい、私があの沖縄に住む前に一度あの飲み会でお会いして,て、はいて、はい、そこからいろいろとんとん拍子でお話が進んで,、はい、で私がこういうことをやりますよということで協力してくれてはい。 あのしている活動を、あの大まかでいいので、ちょっとお話聞かせていただけますでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、おえっ、ー、とですね、今はですね、私。何から話したらい,いんですか。あ、えっ、ー、とですね、<laughs> あの今。はい、私も、あの去年手伝ってたビーチクリーンのお話から先にしましょうか、はいはい。そうですね。はい、えっと、ビーチクリーンの方はですね。はい。えっと、今はちょっと仲間も増えて。はい。あの毎月一回。 今うるましいテルマのビーチをやってるんですもともとはですね私ビーチクリーン始めたきっかけっていうのが、はい、あのテレビで海に流れるビニールのゴミをイルカやウミガメが食べて、はい、それがあの体の外に出ることなく消化もされずに衰弱して死んでしまうっていう話を聞いて、はい、でそれとあとあのコッコさん歌手の。はい ココさんがビーチクリーンを一人でやってるっていうのを聞いて、はい、それからがきっかけで一人で始めて、はいはい、ビーチクリーン自体は多分もう十年ぐらい一人でやってる時を入れるとそれぐらいはなりますね,すね、はい、結構年数は経っていらっしゃるんですね,ですねはい。はい、今今は何人ぐらいいらっしゃるんですかビーチクリーンはー今必ず参加してくれる方が、はい、まあ。えー 34人いまして、はい、でそのほかに、はい、あの時々今日来れるよとかっていうその、はい、なんていうんですかたまに来てくれる方がいたりとかして、はい、多い時だと10人ぐらいでだから少ない時だとなんか3人とかっていう時もあります。はいはい あのまあ,あの今日まず、あ、最近はちょっといけてないんですけど、うん、毎回ほらあのビーチクルに行くためにタバさんがいつも料理作ってくれるじゃないですかあ,、はいはい、あれがいつも私楽しみで,でめちゃくちゃ美味しいですよねありがとうございます <laughs> あの終わった後のなんかもう汗だくになって終わった後の食はもうめちゃくちゃ半端なくうまいなと思ってて<笑><笑>ありがとうございます、うん、あれはもうなんかちょっとあり合わせのものを使ったりだとか、はい、ちょっとなんか試してみたいものを作って試してます、はい、<laughs> <laughs> いやもうあれはちょっと感動しましたね。 ポーポーみたいなの作ってたじゃないですか、前あれがめちゃくちゃ美味しくてあれ、多分相当食べたと思うんですよね、私あの時だあのビーチクリーン来てたのって5人ぐらいじゃないですか多分相当食べたと思うんで、あのとういも毎回でもそのビーチクリーン行くたびに思うんですけど毎月行っててもあんだけのゴミが出るっていうのは。そうですね私 最初はあちこちこ行ってたんですよ、はい、あのテルマのビーチだけじゃなくって、はい、それこそ遠いとこだったら郡島も行きましたし、はい、あと読谷もやったことあるんですよ。読谷もやったことがあって、はい、あとは沖縄市だとかってあちこち回ってたんですけど、はい、あの一番汚いところがテルマだったので、はい、今テルマにたどり着いてるんですけど<ー>やっぱりですね、あのー、なんだろうあれは流れてくるごみもあるんですけど、はい、最近ちょっと。 となんかもうこれはないよねって思うのがの多分業者さんでしょうねひどかったのがテレビが昔のブラウン管型のテレビがあれ6台ぐらい捨てられてた台もあっんですか超重たいしそういうの捨てられてたりだとかあとはもう車のタイヤなんかも多いですし私が一緒に手伝った時もやっぱタイヤが多かったなと思って。 でタイヤも多いし、あとね、もう本当にあのこの人たちは漁師の資格がないって思うのが、はい、あの網とかツナとかあるじゃないですか。はいはい、この明らかに、はい、あの漁業関係者の使うゴミがあったりするんですよ。うん、自分の仕事をする場所を汚して、はいはい、自分の首絞めてるような問題よなって思うんですけど、私は。それでね。 変なのを食べてしまって魚が死んでいったらね、魚も売れないじゃないですかね,ですね。だから結局その辺はちゃんとね、うん、このやってる人たちがなんか考えてゴミ捨てる方法とかもね、うんはい、やってほしいんですけど、だから結構そういうゴミも多いです。だからその業者とかの人が捨ててるだろうなっていうのも結構あります。うん、だってもう毎あ毎月 月に一回なのになんでどこからこんなゴミがいっぱいまた毎回毎回出てくるんだと思うぐらいゴミ多いですよね。はいはいはい、はいはい多いですね。だからあれはねちょっとひどいので、はい、もうちょっとあえて私は、はい、あの親子参加を大歓迎してるんですよ。はい。で子供たちは海に行って遊ぶんですけど、はい、全然それもオッケーで、はい、あの。 親がそうやってゴミを拾ってる姿を見たら、はい、子供たちって、ね、捨てなくなるんですね、はい、だからそのゴミをなくすことももちろんなんですけど、はい、捨てない人を増やしていきたいなっていうのが一番、はい、なんだろうそうですねあの海もそうなんですけど私、えー、と結構あっちこっちに、まあ、最近仕事で行くんですけど。はいはいはい あの国際通り歩いててもあの国際通りの道の汚さ <laughs> あのびっくりして平気でやっぱみんなゴミ捨ててるんですよ。はい、あで一番歩きタバコが一番嫌いなんですけどあ<ー>あの多分観光客だと思うんですね地元の人もいると思うんですけどこう下にコをこを振るとやっぱ。はい 子供とかがいた時って当たるじゃないですかあれがもうすごい嫌であと車に乗ってても思うんですけど捨てタバコ窓からピションってくるんですよあ運転しながらあれもちょっと迷惑だし結構沖縄に帰ってきてそれが多いなっていうのがすごいあったんですよまあ本当に街をきれいにするのは一人一人が意識してゴミも拾ってほしいなと思うし海もそうだけど街もそうですね なんか結局この街で捨てられたゴミが風で飛ばされてどこに行くかわからないし、はいうん、結構やっぱり今でも、うん、だいぶ昔よりはいなくなったとは思うんですけど、はい、平気で捨てる人はたまに見ますね。あのね心理状況はどんななんなんだろうっていうなんなんなんですかね。やっぱあれはちょっと思いますけど、うん、うん、やっぱりなるべくね捨てない人がもっともっと増えていけば、はい、そのゴミ拾いをしなくても済むし。はいはい だからもっとそしたら環境もどんどん変わってはくると思うしって思ってますすねねそうで自分本土にいたときに湘南のであでビーチクリーンがあって友達と参加したときがあったんですけど沖縄の海以上に相当汚いんですよ。びっくりするぐらい砂は黒いしなんえ得体の知れない油も浮いてるしだからまだ沖縄は海が綺麗だから透明感があるからいいんですけど半端ないんですよ、もうベタベタするし。へ だから多分あの自然を本当にきれいにしない人自然って最近、怒ってるじゃないですか。 なんか自然災害が多いからああいった、まあ、あの細かいところだけどああいうところからきれいにしていけば自然もあの起こらずに緩やかに進んでいくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、沖縄もきれいとは言ってるけどやっぱ汚いところがいっぱいあるので、まあ、一人一人の意識を変えてどん,どん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 きれいにしていきたいなと思ってて、ねはい、だから多保さんがあの活動しているこのビーチクリーンっていうのは本当に。はいあの どどどん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 いいいいろなな人に浸透しててけけたらいいなと思ってるんですそうですね、はい、今はねもう本当にいろんな企業さんとかがやってるところもたくさんあるので、はい、なんかねそのなんかこんなこじんまりしたところがいっぱいできてって、はい、みたいな感じで、はいはい、もう本当にこうやってそのか最初会社でね、はい、やってたものがだんだん皆さんやってくうちに捨てなくなっていくとも思いますし。はいはい だからそういうところがもっともっと増えていって、はい、あっちこっちでこのビーチクリーンとか、うん、街の清掃活動とか増えていけばいいなっては思ってて思ますそうですね、うん、そしたらもうゴミ収集屋さんもね、はい、あのそんなにいっぱいこう持っていかなくてもね,ね <laughs> いいかもしれないのでやっぱり一人一人の意識っていうのはやっぱり大切だなっってやっぱり思いますね。すねはい、はい であの月に1回、うるましのテルマの方で、はい、えと第3日曜日ですすよね、はい、やってまもし興味がある方はあの、はい、皆さんも参加していただければいいなと思っておりますその時には「あのナンクルナイサーの」の番組聞いたよっていう言ってくれる人でもいいですし <laughs> でちょっと一旦たん CM の方に参りまして次はまたあの別のお話を聞けたらいいなと思っております。はい はい、えっ、ー、と、先ほどはビーチクリーンのお話を、あのお伺いしましたが、多賀さんはいろいろな。あの、ものを、あの、最近やってるんですけど、はい、あの、ビーチクリーンもそうなんですけど、親子農業体験というのも発足されてますよね。はい、はいはい、えっと、親子農業体験はですね、はい、えっと、そうですよ。第一回目は読谷でだったんですよ、はい。あ、そうだったんですね。<laughs> はい、読谷の、はい、えっと、あれは、どこだろう。長浜区長さんのところなんですけれども、はい、ちょっと。 地区名を今ド忘れしてます。<laughs> はい、<laughs> そちらの方で、はい、あの親子農業体験を始めまして、はい、もうその時本当に長浜の区長さんにお世話になりまして、あ、そうなんですね。はい、もう至れり尽くせり何から何までやってもらいましたね。あ,<ー>あの最初に、はい、畑を耕すものもその区長さんの紹介で、はい、その耕運機持ってきてトラクターで耕してくれて、はい、でその後にうねを 芋を植えてたんで、うね、はい、を立てないといけないのもその方がやってくれて、はい、で芋の苗も全部区長さんが手配してくれて、はい、でその後自分たちが植えた後に、はい、あの水をかけるのもみんな区長さんがやってくれて、<laughs> <laughs> すごいっすね働き者というか、<laughs> すごいもう本当に長浜の区長さん長浜区長さんにはもう本当に私あのもうお世話になりっぱなしで、はい、今もなんかお芋のあの相談の時にはちょっと電話して、はい、あの こういうい状況なんですけどって言って相談乗ってもらったりとかしてるんですねでその第1回目読谷でやりまして、はい、でその読谷で借りてた土地が、はい、あのちょっとまたもう使うっていうことになったので、はい、今はうるまの方に移ってうるま市の豊原というところでやってるんですけど、はい、もともとですねこの農業体験始めようと思ったきっかけが、はい、芋掘りを、はい、あのやらないって言われて。はいうん、で芋掘りがすごく 子どもたちがもうすっごい楽しそうに芋を掘って、はい、その後美おいしそうに焼き芋食べてるのを見て、はい、あこういう体験もいいなと思ったんですよ。はい、でそれでそのじゃあ親子で体験できるのってなかなかないので、うんはい、月に1回、はい、1> ガチガチの農業だとすっごい大変じゃないですか。はい、だけども本当ににちちょょっっとと遊びに来て ちょっとしたもレジャー農業ですね遊びに来た感覚で1時間 2>,、はい、1> 2時間ぐらいを、はい、あのお父さんとお母さんと一緒に子供たちが父いじりして帰っていくっていうのを企画それを目的にやったんですよ、はい、そ,れでそれがもう今年で123回目今度,今度4回目になりますかね。ということは 4, 4年目になりますね。はいで やっぱりですねあの、はい、土に触れ合う機会ってなかなかないじゃないですかそうですね今、はい、今ね、うん、あのまだね田舎の方とかに住んでれば、うん、周りで畑があったりとか、はい、あのおじいちゃんたちが野菜を作ってたりとかっていうのあると思うんですけど、はい、もう中部とか南部ねそうですよね中南部那覇あたりの人たちはもうほとんど触らないですね、ま、触らないですよねそれであの 今の子どもたちってここまで、うん、あの土いじりとかしないんだっていうかこの外に出てそんなに自然に触れ合うっていうかなんかやらなないんだな、ね、<て>遊ぶこともしないですよね,すねなんか公園で今ほら砂遊びが禁止されてるあのあ<っ>保育園とかあそれは本土の方かあ<ー>本土の方で砂遊びがだめだっていう方もいらっしゃるらしくてそうなんですか手からばい菌が入ったらどうするの特徴があるらしいんですよ。 もうそこもちょっとどうかなって過剰になりすぎてもどうかなって私は正直思うんですけどそうですねこの畑農業体験やってるときにじゃあちょっと石ころが多いので石拾いしようかっていうことで最初に農業体験石拾いからやったんですねそしたらお母さんがなんですけど石が分からないっていうのはどういうことだと思ったら。 考えたら公園に行ったら芝生が敷かれてる、はい、運動場は砂がやられてる、はい、道は今舗装されている、はい、石がないんですね <laughs> <laughs> そっか石から説明しないといけないってことですよね、はい、ちょっと衝撃です、ね、<あ>今日初めて聞いてびっくりなんですけどう,うちの子石が分からなかったんですって言われて、はい、そうなんですかみたいな、はい だからもうこういうふうに本当にあの土とか石とかに触る機会がないんだなっていうのとあとさっき言ったその砂遊びが禁止されてばい菌が入ったらっていうんですけど。はいはい あの私これもすごい疑問で、はい、みんな今ば、はい菌ばい菌でシュ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 消毒やってるんですけどっすあっちの方が余計体に悪いよって私は思うんですけど <laughs> すごいあれは免疫力を退化させてるものだと思います <laughs>、はい、私もすごく思います結局そのちょっとした菌が砂やら土から口の中に入ったら、うん、そのちょっとした菌が免疫を高めていくので、うん、だから逆にね、うん、必要だと思うし、はい、あの本当に 誰がだだっただろうこのそういうのって天然のワクチンだよっていう人がいてわざわざね病,あの病院にわざわざお金払ってばい菌、うん、体の中に注射しに行くのに、うんはい、なんであのこの天然でただでやってるものはやらないんだろうって思うんですけど私も思いますねだって逆になんかほらあの「接種接種」って言ってやる方が免疫力が低くなるじゃないですか。なりますね。 それよりかはまあ自然に倒れて免疫力を高めた方がよっぽど強い子が生まれるんんじゃないかと思うんですけどだからこの手洗いなんかでも、うん、そのこのばい菌ン除去する手洗いみたいな、はい、石鹸とかいっぱいあるんですけど、はい、手洗いの目的って除去や殺菌じゃなくて洗い流すことなのでしっかりお水で洗えばある程度は落ちるんですよね。確、はいはい、確か結構な確率で ばい菌落ちていくんですよ、はい、しっかり手をお水で流せば綺麗な手なのになんかこのイメージ的に菌が悪い菌が悪いって言うんですけど、うん、あの無菌状態っていうのはこの世でないですから、はい、<laughs> そうですよねだって鼻のなんかこのなんていうのあの油のところにもちっちゃいもうほんとビビったる虫とかがやっぱりいるんですよ、うんうん、それって私は綺麗にしてなんかだ、うん、あの 手入れしてますよって言ってても、うん、絶対いるらしいんですよ。顔にダニがいるって。顔ダニ?はいはい。で、それはもう全員持ってるものだからって言うんですよ。うん、だけど、いくら手入れしてても、やっぱ全員持ってるものだから。うん、ばい菌ではないじゃないですか、はい、それは。顔のダニって言われてても、はいはい、あれでも、あの、結局、あの、油を作ってくれるか、天然の化粧水だよって言われてるところもあるんですよね。うん。なんか、そういうのとか考えると、もう、もっともっと、その、親子でね。はい 土いじりができたりとかっていうのもあって、今今年もだからまた始めますね。えっと今年は4月からスタートする予定で。4月からですね。あの去年その親子農業体験に参加したときにあの石窯であるピザが取り立ての野菜となんかあれがもうめちゃくちゃ忘れられなくて、また開催してほしいなって思ってるんですけど。そうですね。ピザすごい大好評だったんですね。あれもね子どもたちもすごい喜んで、自分でこの手でこねてやっ 焼くっていうあれがすごい好評で、はい、そういうのもなんかこの親子農業体験の中にどんどん取り入れてって、はいうん、やっぱりもっとねいろいろ活動できたらなっては思ってますね、はい、そうですね、はい、だからそのピザあピザの時に多バさんがほら大根の葉っぱを使ってあったあのマヨネーズのあのなんか混ぜたやつ作ってきてたじゃないですか。はいはいあ いつも大根の葉っぱが大好きだからたまにこう大根の葉っぱ見つけては買って、はい、いつも作って食べてるんですよ<あ>パンの上に、ね、置いてチーズ乗せて焼いたりとかして、はいはいね、めっちゃあれはまってて、うん、だから私だから結構野菜を使ってもっと子供が美味しく食べれないかなっていうのも。はい なんかやったりはしますねあれはちょっとはまりましたねあれ作り方聞いててよかったと思って、はい、<laughs> 今言われるまで忘れてました <laughs> 本当ですか私あれはもう忘れられなくて毎回大根の葉っぱ見つけてその料理作ってます、はい、ちょっと生姜入れた方がいいよって言われたから生姜も入れて私何にでも生姜入れるんで <laughs> 忘れられらてまますね <laughs>、うん、あの料理が一番ハマりました今だから大根ちょうど時期なので、はい、今これを保存できないかっていうことで、はい、あのなんかからしたかなみたいな感じで、はい、ちょっとちょそれに挑戦してます今<ー>大根の葉っぱをからしたかなみたいに作れたら。はい 保存ができるし、はい、で大体捨てるところなので、農家、はい、さんが大体捨ててるところなので、はい、もっと活用できるなと思って。はい、そうですね。はい、私どっちかというと、大根の、なんかよりも葉っぱの方が好き、はい。そうなんですか。<laughs> <laughs> だから、なんかもうちょっとね、利用できたらいいなとずっと思ってたんですけど。はいはい、はいはいはい。結構ね、ふりかけとかね、はい、炒め物とか効くんですけど、はい、もっと保存で、ちょっと漬物系で今。 そうです漬物があればご飯進みますもんねおかずがなくてもそれだけで食べられるっていう,、はいうはい、いけますね、はい、<laughs> だからどん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 やっていけたらいいなと思ってるんですけど <laughs>、はい、えと最初のこの親子農業体験、はい、え最初というかあの今年の最初は4月からとおっしゃってたんですけど第一ですか第 えとですね、今年今予定しているのがですね、はい、4月第2の日曜日に親子農業体験をスタートしようと思ってるんですけど、はい、今年ですねあのその親子農業体験って一応言ってるんですけど、はい、あど大山の、はい、えとサンキューファームの宮城さんって方が、はい、あの協力いただけてなんかあのドロンク遊びができるらしくて。はいお だからその4月の第一回目の農業体験はそのドローン遊びにしようかなっていうふうに今ちょっと話し合い中なんですよ。はい、ということは祇園でやるんですか？祇園のはい<あ>大山で午前中ですよね。午前中ですね。午前中ならちょっといけるなと今。<laughs> 午後からちょっと仕事なので午前中に参加したいなと今、はい。それをあの、はい、ちょっとその宮城さんと今相談中なんですね。はい、そのサンキューファームの宮城さんって方は無農薬で、はい、あの大山でタームを作ってるんですけど、はい、そこであのちょっと む畑に水を引いて、はい、もうみんなでドロンこ遊びみたいな、はいもうね、今もう土と戯れることが目的になってますから、はい、半分。だからそれも もっっとやりたいなって、はい、もう昔からドロンコ遊びやりたかったんですけど、はい、今の畑ちょっとドロンこ遊びをするにはちょっと厳しくて、はい、どっか場所ないかなってずっと探してたんですよ、はい、そしたらうち使っていいよって言ってくれたので、はい、そこで第1回目はドロンこ遊びして 2>,、はい、2回目の5月からはまた畑に戻ろうかなと思ってます。はい、なるほどですね <laughs> 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 ということは大山ってあれですよね沿いから行って あそそここでははないかあ違うっちの方ってコンベンションセンターの通りなんですよ。コンベンションセンターの通りの海側じゃない方ですねだから海側じゃない方って言ったらこっち側だどっちかというと那覇向けに行くと左側ですね。ジミーの反対側のところってことですね。大山のが で小山の地名はゴーパチ沿いなので、ゴーパチから一個海側に入った道なんですよ。とことあっち奥の道ってことですよね。奥の海側じゃないところの道。うん。あ、五十八号線から一本海側余計よりの道コンベンション通りコンベンションセンター通りがあるんですね。はい。えっとねラグナガーデンとかあります。ああ。はい。あの道沿いです。あの道沿いにあのえっとあるってことですね。はい。あの道沿いのはい。 えと那覇向けに行くと左側に、はい、サンキューファームさんっていうちょっと<の>探してみますあるのでそこと今話し合い中ですちょっとうまくいってそこだったらちょっと私今住んでるところは宜野湾なんで近いなと思ってちょっと探していけるかなと思ったんですけどもそちらで今ちょっとよ予定を。 あの考えてますんで、はい、はいまあ、決まりましたらまたあの皆さんにちょっと連絡しますので、はい、はい、お願いします<も>ご連絡いただければ告知しますので、一旦 <laughs>、はい、じゃまたあの CM の後にまたお話伺います。はい。はい はい、えっ、ー、と先ほどは親子農業体験のお話をさせていただきましたが、はい、えっと4月から、はい、えっと祇ノ間で一応お話し中で、はい、通常はうるま市で開催している、はい、ということですよね。はいはい、はい。でタパさんはなんかまあえっ、ー、とビーチクリームもそうだったんですが親子農業体験も開催しておりまして、はい、でまたあの戦前から伝わる味噌作りというのもあ,あのー。はい やってますすよねねはいえー、とです、ねはい、これちょっとあの戦前から伝わる工事っていう風になってるんですけど、はい、あのちょっとご縁がありまして、はい、あの元部の方の元部には住んでる方なんですけど、はい、そのえっ、ー、とねその方ちょっと紹介してもらった時に、はい、あの。 その方、お嫁に来るときに久米島から、はい、あのお味噌工場を持ってきてお嫁に来たらしくて、はい、でその工場をずっとあの引き継いで作ってお味噌を作ってるっていう方がいたんですね。はい、でその人からその工場を分けてもらって、はい、あの。 今その味噌作りに使ってるんですけれども、はい、だから自分で麹を起こして一応やってますで黄、はい、金味噌って名前をつけたのはくがに,あくがに味噌ですね名前つけたのは、はい、この麹が普通麹って白をイメージするじゃないですか、はい、白いーこれはですねあの金色に黄色っていうかすごい光ってるっていうか黄色っぽい麹がわーって立つんですよ。はい、でこのこの麹がちょっと進んでいくと、うん、綺麗な緑色になるんですよ。このはい でだからそれでこ工事が立つ時に出る色がこの黄色っていうか黄金色みたいなので、はい、このくがにこう「くがに味噌っていうふうに名前をつけたんですね。<ー>はい、で、はい、味噌はですね、はい、私あのちょっとすごい味噌,味噌のパワーというか、はい、味噌の,あの勉強するばするほど、はい、なんか味噌の健康効果っていうのが本当にすごいんだなっていうのを、はい、あの分かって。 きてそれで今、はい、味噌作りを。 味噌作りはそうですね今毎月1回なんですけど4月からもそれも毎月2回2回ですよね。私がもうちょっと去年1回参加してなかなかタイミングが合わなくてもそのね味噌がもうなくなったんでちょっと早く参加したいっていうのはあるんですけど。なのでまたそれも毎月開催してるんですけどお味噌って結構ですねお味噌の力っていうのがすごくて例えばやっぱり味噌も麹菌っていう菌で。 発酵しててできているものなので、はい、あの,お腹の調子を整えたりするだけじゃなくて、はい、たあて味噌にはなんか放射能を体の外に出してくれる力があるっていうことで,、うんはい、でこれもすごいなすごいなと思ってたら、うん、なんか本にたまたま開いた本に、はい、味噌は発酵すれば発酵する期間が長ければ長いほど、はい、その放射能を外に出す力が すすごいですよって強くなりますよって書かれてて、はい、でなんで味噌にその力があるのかっていうと、はい、あの地球が最初にオゾン層でこうやって包まれた時に、うんはい、すごい放射能物質がいっぱいだった時に、はい、あの一番最初にあの出てきた生命体がカビ菌らしいんですよ。そ、はい、そうなんでですねれ放射能に強い っていうのはそういういことでらしくて、はい、そのカビ菌がいっぱいっていうのを発酵すればそれほどカビ菌が増えていくのでカビ菌って言いますか麹菌っていう種類のカビが増えていくので、はい、あのそれで、はい、あのなんかその方が効果があるっていうふうに。はい うん、いう風に言ってましたね。はい、で味噌もですね最近スーパーにいっぱい並んでるんですけど発酵してない味噌が多くって、はい、あそうなんですね、はい、あれはもう発酵せずにまあ年数の浅いものが出されてるところですえっね確か2週間とかぐらいで出されてるものとかもあるらしくて、はい、で,でもなんでこの味噌の風味が出てるかっていうと、はい、アルコールとか酒粕とかが入ってて、はいはい、その発酵したように 風味が出されてそういうなんかやっぱからくりがあってだからやっぱりそういう発酵してないお味噌とかもたくさん並んでるんですよでも最近皆さんそういうのも分かってきてる方も多いのでちゃんとしたものも出されたり出されたりとかするんですけどだからやっぱりこの味噌とかも手作りで簡単にできますし買うのもいいんですけどやっぱり自分で作った味噌って愛情がありますからね。 作ったお家によって同じもので作ってるけど、はい、作ったお家によって若干味も変わってくるし、はい、っていうのもあるので,、はい、で自分のどれぐらいの発酵進み具合の味が好きなのかって好みもそれぞれありますよね、はいはい、それも全部自分の好みでできたりとかするのでうん、うん、ぜひね自分で発酵調味料の味噌ね、はい、作るのもいいなってそうですよね。はい、なんかもうちょっとあの 前はもう我慢しきれなくて半年しか寝かしてなくてすぐ食べちゃったんですけど生野菜に味噌をつけて食べてもうビール飲みながらそれやってて気付いたら味噌がなくなっててっていうのがあったので,で、ねはい、今回はちょっと1年ぐらい寝かしたいなっていうのはあるんですけど、はい、<laughs> 頑張って1年我慢してください。はい、我慢しなきゃいけないなとは思ってるんですけどでも本当においしいなって思いましたね。なんか普通の なんか味噌よりなんか甘甘く感じたんですけど私は甘め私あのそうか作るときに玄米麹を使ってるんですねでちょっと麹の量を多くしてるので甘みがあるのかなっていうのもあってああとですねちょっとこの味噌やるときにあの砂糖きびの粉末も入れてるんですよあそうなんですねだからこれはちょっとあの隠し味みたいな隠し味であのあれなんですけどその粉末もバガスではなくて あのこれも読谷の方でサトウきびを丸々まる前のサトウきびを丸々粉末にすることができる人がいて、はい、読谷にいたでその方から分けてもらって、はい、だからそのままサトウきびの栄養素がそのまま入ったサトウきびの粉を入れて味噌やってるんですね、はい、あそうなんですね。はい これはちょっとあ,のあまり詳しく言えないんですけどそれもやってるのでちょっと甘みはそれからもある糖分がそれからも少し出てでそれが逆に麹菌のか栄養みたいにもなったりもするのでそれでちょっとやってますねそれとだからもっと甘いく甘いお味噌が作りたいんであれば玄米よりは白米の方が甘くなるんですよ。あそうなんですね、はい、だけどやっぱり栄養価とか考えて、はい あえてて玄米を使ってますけど、はい、だからもっともっと甘いのがいいですっていう希望があれば、はい、それを白米にしてもいいかなっていうのはありますね。んはい、なんか食べれば食べるほどなんかちょっと甘みがある味そだなと思って手作りだからなのかなと思ってたんですけど、うん、若干隠し味があったったてことですねでも砂糖きびの粉末を入れたからって。うんあの グラニュー糖とか、はい、あの辺、そう、あれとはい、まあ、あの甘さ、ああ甘さではなくて、はい、本当に優しい甘さ。ほのかな甘みがありましたね。ですけど、はい、でも、それ、でも、そんなにたくさんは入れてないですよ。そんなにたくさんは入れてなくて、はい、あの、少しだけなんですけど。はい、それを入れることで、やっぱり、ちょっといい感じがしたので、はい、それは入れてますね。はい。はい 味噌汁にしても美味しかったしそのつけて食べるのも美味しかったのでちょっと早く行きたらいいなと思ってるんですけど4月から2回あるって言ってたのでそれでちょっと今楽しみで2回あるんだったらいけるなっていうい。どっちかにいけるなっていうぜひぜひそれもね決まりましたらそれさお知らせしますその時はちょっとナンクルナイサーでちょっと告知させていただきますので皆さんもぜひ通っていただけたらいいなと思っております。はい で、えっとこの味噌作りなんですけど、えっと場所はあのどちらの方で、あ今はですね、えっと宇留町と那覇市の方で、あの自分が開催するものはそれを予定してますね。はい、二回やるんですたら、えっとちょっと宇留と那覇別別の場所でやった方がいいかなっていうことで、そこでやる予定ですね。宇留市は宇留民の方でやって、那覇市はあの朝日町の 沖きの調理実習室を借りてあ、はいあの辺はい、まあの中は入ったことないですけどよく素通りしてます。<laughs> なんか、はい、結構あの沖きさんもなんかそういう場所ね貸してくれたりとかするので、はい、そうなんですか。あそこレンタルでできるはい、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 できるみたいですね。はい、なんかいろいろありますよね。この間しなんか見たら会議室とかなんかいろいろあって、はいいろんなことに貸しスペースがあるなと思って、はい。 見ましたけどそこで大体何人ぐらい入られるんで大体予定では、はい、あの私の工事の作る限界がありますので一、はい、回15人定員にしようかなと思ってます15名定員でそれそれぐらいがギリギリですかね今はいわ、はい、かりました大体時間的には2時間から3時間ぐらいそうですね3時間までいかないと思うんですけど大体2時間ぐらいをやって,、はいやって でもらってます今ですねあのもうその時に、うん、あのこの味噌を使ったレシピ料理のレシピをいろいろ紹介して、はい、でその中でちょっと味見用も用意したりとか、はい、こういうのができますよっていうそのちょっとした試食も。 用意しながら、味噌作って後にそ、はい、その。試食会みたいなのがあるってことですね。はいはい、それいいですね。<laughs> はい、あの、はい、やっぱり作るだけで、はい、やっぱり味噌汁だけとか、はい、酢味噌和えぐらいだともったいないので。はいはい 他にもいろんな味噌を使った料理っていうのを紹介しながらもっともっと家庭の中にそのお味噌を取り入れてもらいたいなと思っていろいろこのレシピを考えつつ自分でもう本当に考えたレシピもありますし他の人からこんなのあるよって紹介してもらったりとかっていうのもありますしなんかあの全部オリジナルではないんですけれどもあのもっともっと皆さんに味噌を。 使っていたおこれでもあの、はい、それやって一つの,、はい、あのレシピ本ではないけど本で出せますよね。んかあの,味噌あのなんだろう沖縄伝統の,、はい、あの麹菌で作った味噌で、はい、えとこういう料理を作りましたってみそ、まあはい、ならではの料理,<ー>料理本。味噌そうです 今レシピどれくらいあるかからないですけど、あのはい一応まあいずれできたらいいですね。そうですね。その時はちょっと撮影に携わらせてください。わかりました。協力しますので。新のナカトソネさんでお願いしたいと思います。いやでも本当に体の中をあの綺麗にするっていう意味ではやっぱりねあの味噌って重要だなっていうのは改めて。発酵食品本当に日本のこの発酵 技術っていうのは本当にすごいものがあって、はい、お味噌だけじゃなくて納豆とかもあるじゃないですか。はい、そういう発酵食品っていうのをもっともっと活用していけば、はい、あのわざわざ予防注射しに行かなくても、はい、免疫力は上がっていきますので、はい、だから特に納豆菌なんていうのは本当に強い菌なので、はい、あの納豆納豆と一緒にそのネバネバのオクラとかそういうのを食べたりとかすると、はい、本当に免疫力全然変わってくるんですよ。はい、だからそういうのをもっともっとね、はい、この発酵食品を そうですねどんどん売りにして、はい、であの沖縄って給食で納豆出たのって多分あの月に1回出るか出ないかですよね給食で納豆うち,うちらがあの小,学校小学校の高学年から初めて納豆出たんですよ、はいはい、低学年の時納豆出なくて最初なんだろうこの食べ物と思ってそこからどんどん,どんどん出るようになったんですけど給食で納豆 そんななに見ない、ね、そうですね1か月に1回あるかないかだったんでうち保育園は多分年に何回ですねああだからもっとそういったの小学校中学校の,あのまあ保育園もそうなんですけど、うんうん、給食とかに出してもいいのかなと思いますよね結構子供たちでも好きですよねはい食べる以降は食べるので納豆巻きとか好きな子多いじゃないですか、うんうん、結構食べますよねはい だから私のあのまあ周りの、うん、友達なんですけど納豆未だに食べたことのない子がいて<ー>あの要はちっちゃい時はまあ親御さんも食べなかったからなのかもしれないですけど、うん、未だにやっぱりこう食わず嫌いではあるんですよ、うん、まあちょっと食べたことないで,、うん、であのぬるぬるとネバネバと臭さですね、はい、臭さで。<laughs> でもやっぱりこれはやっぱちっちゃい時から食べ慣れてないとうまあこういうのもありますよっていうので慣れさせないとやっぱね大人になってかも食べないっていうのはやっぱあるのでうんうん、うん、もっともっとね活用してもらいたいですね、はい、お味噌なんかも、ね、最近そうですね味噌汁がなんかあまり飲まなくなったっていう家庭も多いらしいではありますので、はいはい、もっとね、はい、やっぱお味噌汁って ね、日本人な,ら、ね、な,なん昔何かかチュウ油とかあったじゃないですか,、はい、かありましたねカチュウ大好きでしょっちゅう飲んでました <laughs> そういうのをね <laughs>、はい、もっともっとかちゅなんて簡単だからカツオ節入れて味噌入れて終わりじゃないですか、はい、混ぜればそれだからそういうのとかもねどん,どん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 家庭でも飲んでってもらえたらいいなと思ってますねだってもう風邪ひいた時にはおかゆとカチュウ油でしたからね、うん でしたね。ちっちゃい時は、はい、はいはいはいでしたでした。<laughs> あれなんかしみるんですよね。そうですよ風の時に風の時にあなんかあったまるぜみたいな。そうそうそう,そういい。美味しかったけどな。<laughs> そうなんですよ。だからどんどん普及していきたらなと思っております。はい、えっとまたその後にまたあのタバさんにいろいろ聞いてみますね。また一旦 CM の方参ります。 はいえー、っと先ほどは宣伝から伝わる味噌作りのお話を伺いましたがまず最初にこの曲をお聴きください。 はい、えっ、ー、と今流させていただきましたのは、えっ、ー、と玉城ノアさんでえっ、ー、とステイアパートという曲を流させていただきました。えっ、ー、と戦伝カスター味噌作りのお話を聞きましたが、えっ、ー、とたまさんはブログの方もたま、はい、ちゃんの沖縄元気？計画というブログも発信してますので、はい、えっと気になる方がいらっしゃいましたら、そこを覗いていただいた。いろんな情報が。 載っってててまますすので見いいいただければいいなと思っており今後の,あの夢や活動とかをあのお話聞けたらいいなと思ってるんですけども、はいえー、と今後はですね、はい、この親子農業体験も、ね、もっともっとたくさんの人に参加してもらえるように、はいろ、はいろもっともっと工夫していって、はい、あのもっと活動農業体験の方も広げていきたいっていうのと、はい、あとはですねこの味噌作りももっともっと皆さんに知ってもらいたくて、はいろいろあの やっていこうと思ってるんですけど、あの三月からちょっと何を思ったのか、あの何を思ったのか、無農薬のお野菜をあの農家さんから仕入れまして、それを移動販売しようということで、すごいですよね、活動的ですよね。はいで、その移動販売して無農薬のお野菜とかいろいろを販売しながら、このお味噌のお味噌教室のこととかも皆さんに告知していきたいなって思ってるんですね。なので今それのためにあの。 ちょっといろいろあちこち回ってまして、はい、だからその今後はその無農薬の野菜を移動販売するのと、はい、あとはもう最終的に那覇とか浦添あたりにちょっと拠点みたいなものが持てればなっていうのは思ま、店舗、はい、ですよね。店舗店舗そすよね。はい、それがあれば、はい、あのなんかそこを拠点にして。はい なんかまたもっと活動ができるんじゃないかなっていうことで一緒にやってる方もそういうふうに那覇とか浦添たりにんか一箇所拠点を置いて、はいはい、その人もなんかいろいろセミナーとかいろいろやりたいって言ってるので、はい、それだったらじゃあ一緒にやろうってことで今動いてるんですね。はいはい、なのでそれでだからこの間もちょっと大失体に行ったりとか、はい、あと名護で知り合いの方にちょっと連絡取ったりとか、はい、今いろいろやってるんですけど。はい とことはい、もう各地域の野菜だったり、はい、まあえっ、ー、と果物だったり、それをまあ移動しながら販売していくっていうのをえっと来月からそうですね、やもう来月なんですよね。そうですよ、もう一ヶ月あと一ヶ月ですよ。<laughs> そうです一、ね、ヶ月切ってるかもしれないですよ。切ってますね一ヶ月バタバタじゃないですか。<laughs> もうなんかイメージの中ではまだまだ先のイメージなんですけど、そんな先じゃないですよねもう。切ってますね。一ヶ月一ヶ月も切ってるので、えっとまあちょっと裏添えで活動するのであれば、ちょっと実家が近いからちょっといいなと思ってるんですけど、その時はあのあの連絡くれればわかりました。よろしくお願いします。移動販売ということは車はやっぱ大きいので移動するってことですか？いやあの私が多分大きい車運転できないので。 一応経緯の中にいろいろ積んでいこうと思ってます。なので多分大きい車は長いこと運転してないから多分形変わるんじゃないですかね。なるのであまりねちょっと大きいのは持てません。そこでちょっと移動しながら販売していくってなんか昔結構そういう移動販売じゃないけどそういうのあったなっていうのは思って。 あの思い出したんだけど、あの魚もそうだし、売ってましたよね昔たたたた、昔。売ってました、売ってました、昔、うん。はい。 たたを頭ににせりりしおばちゃんが売まねだから最近そういうの見ないなと思って豆腐とかもそうだったじゃないですか豆腐豆腐は見たことないけど魚てました魚、豆腐あとは野菜もそうだったけど移動販売みたいな感じで最近見なくなったなと思ってたのでんかぜひそういうのを復活してほしいなっていうのはやっぱりじゃあタライ担がないといけないですか <laughs> まあそこは無理しなくてもいいのでちょっと首やられてしまったら <laughs> あれなので <laughs> ありました <laughs>、うん、ああそうですねおばあちゃん家に来てましたよ、うん、よくあの自分あのいとこが大の,の方に玉城の大の方に住んでたので、うん、あの辺よくはほら、えっと、漁業とあの、まあ、天ぷら屋さんもあったし野菜とかも、うん、あの販売してるとがすごい多かったんですよ、うん、で夏になったらいつも1ヶ月あそこに過ごしてたりとかしてたので<ー>だからあの。 そういう人い人い最近見ないなと思ってないですね、はい、もうあそっかそういうのもいいですね、はい、昔ながらの売り方もありかなと思ったんですけどそうですね多分ね、多分このお客さんとすごく近くなると思うんですよ、その販売の仕方って、はい、だから、なんかそういうなんかコミュニケーションじゃないんですけど、はい、なんかすごいお客さんとつながりのある、はい、なんかお店になればいいなとは思ってます。そうですよよね、はい、これお客さんによってほら 口コミが口コミに読んだり、こうね、はい、いっぱいこう広がっていって、はいはい。ここの野菜美味しいよ、新鮮で無農薬らしいよって言って、まあ、くると思うんですよ。したら大きく大きく、どんどん広がっていって。はい、そうですね。はい、そんな感じで、できていければいいなって。思いますね。はい。はいはい、えっと。たばさんの、えっ、ー、と、ブログの紹介なんですけど、たまちゃんの、はい、えっと、沖縄元気計画で、あの、はい、検索してもらえれば。たばさんの情報が載っております。あの。 携帯の連絡先とか、まあ、あのこの親子の業行体験とか、はいはい、お味噌作りのやつで連絡先が分かればはい、はい、あじゃあ今、はい、携帯番号をじゃ連絡先、えー、と0 7 0 5 4 8 7七 四五九七まで、はい、はい、連絡いただければ、はい、あの親子農業体験ですとか、お店作りなど、はいろいろ、はい、あのお答えできますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、えっ、ー、と、ゼロ七ゼロ五四八七四五九七です。はい、はい、じゃあ、あの興味ある方は、たばさんに連絡いただければいいなと思っております。はい、もうなんクロナイサー、お時間となりました。また来週の。ええー、クロナイサーゲスト、誰かわかりませんが、よろしくお願いいたします。<laughs> またねー。